はい、スプラテルのめちゃんとベラちゃんです。今フードコートについてご飯買おうとした、タイのプーケットで、ここのなんかショッピングモールのフードコートの仕組みがね、ちょっとセットで買えないこのカードを持ってこいと、このカードにお金を入れて持ってこいと、そうじゃないと使えないです。でだからもう、まあ、とりあえずお金入れます、どうも腹減ってする、で全部使わなければお金が返ってくれるって言ってたから、今160円、160円、で何にかかるのか、トリアンポークライス、チキン南蛮、南蛮チキン、俺はこれを食べます。あ、違う、南蛮チキンライスを食べます。すごいね、日本語で書いてるこれ。これは南蛮チキンライス、南蛮チキンライス、レイス、よってハム、ショッピングセンターはなんかカードにお金を入れたらいろんなところで全部使えるみたいなショッピングセンターが存在しました。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしく。アディオスアミゴー。